ヨー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 チギラチョー。いや今ですね、イエローハットでオイル交換してきたんですけども、まああのね、東京から鹿児島間往復したし、あ、やっぱいいっすね、オイル交換したから。やっぱね、オイル交換しただけでこのアクセルワークがね全然違いますから、やっぱそのいいっすね。だけどですね、トランク開かなくなっちゃって、まあイエローハットでね、トランクあのワイヤーも変えて、そのロックのところも新品に変えたんですよ。で最初は開いてたんですけど、また開かなくなってで、まあちょっとオイル交換プラスちょっとこの前トランク修理お願いしたんですけど、ちょっとまた開かなくなっちゃって、見てもらっていいですかみたいな。でなんか30分か40分ずっと見てて、すいませんちょっとあの無理っすねみたいな無理なんかいみたいな、あ無理なんかいみたいな、ちょっと直してもらいたいですけどみたいな。トランク開かないとねちょっときついんで、すいません直してもらいたいんですけど、あの開いてる日ありますかって、はい、で1日か2日がかりでもうあの、まあ、全部あの剥がしてね、あの椅子とか全部シート剥がして、まあ、見ないと分かんないってなったんで、12月5日修理ですね。お金かかるね。お金か取られるのかな。いやほんとね、金かかるなこの子、かわいいね頑張って稼がないと。トランク開かないって結構ね緊急事態ですよね、荷物このね、この車狭いんで、トランクに荷物積まないと移動結構できないんでね、その スーツケースというかダッシュな、あのあれとかもトランク入れたいし。どうすか今のご時世、トランク開かない車ってあります？今のご時世トランク開かない車なかなかないよねなかなかプレミアな感じですよね。そう、トランク開かないっていうね、トランク開かない、そうそう、大阪セミナーかな、大阪セミナーでするときにトランク開かなくなってでそのトランク開かないをネタにしてセミナー入ったんですけど、トランク開かないからのセミナーみたいな。そう、いやであの時ビビりましたマジで。なんかさ、撮影機材全部トランクに入れてるんですよね、入れてて開かないんですよマジでみたいな、撮影できないとやべえみたいなね、ちょっと焦りましたけど。本当に12月8日セミナーなんで、まあ福岡のセミナーは車で行こうかなと思ってるんですよ。まあ、12月5日無理なの、まあ3日あれば治りますよねそりゃ、3日あれば。なんかその店員さんもちょっと原因わかんないみたいな1日2日大丈夫ですかみたいな、なんかそんなノリでちょっと弱気発言だったんですよね。いやーやっぱね、オイル変えるといいっすね。オイル変えるといいな。やっぱオイル交換するだけでワクワクする車って良くないですか。オイル交換するだけで運転が楽しく車乗りましょう。オイル交換するだけでね、やっぱね運転が楽しくなる車に乗らないと、まあまあいいんですけどね、人それぞれだから。今のね若い子はね、ほんと車また興味ないですからね。悟り世代らしいですからね、悟り世代、悟ってるからね。そう、まあまあ別にいいんですけどね、でもなんか一つね自分がワクワクするものがあった方がいいですよね。なんか一つ自分がワクワクするものっていうのがあると、まあ楽しいなんかその楽しいとか、まあ生きるってつまんないじゃないですか。生きるって飯食ってうんこして息吸ってで、ただそれだけじゃないですか生きるって。ただでもそこになんか付加価値をつけていかないとつまんないわけですよね生きてても。じゃあそれは 何かやってる時とか、何か乗ってる時とか、何かしてる時が楽しいわけですよ人間っていうのは。そう、ね、僕はお金を稼ぐ方法っていうのを売ってるんですけど、お金ってあくまでもツールでしかないので、お金持ってても楽しくないですよ。
お金を払ってその先にある体験サービス、まあ、ご飯だったら美味しいものだったりとか、そのなんだ、でもね、美味しいものだけで言うと僕ね、一番結論を出したんですけど、自炊が一番うまいっていう結論に至りました。なぜならば、あの自炊の方がそのストーリー性があるんで、自分でこう作って食材を買って作って出来上がったっていうストーリー性、物語があって、その物語から飯食うんで、もちろんね、あの料理がね、あの作るのが下手でね、美味しく作れないっていう人はちょっと微妙ですけど、僕は美味しく作れるんで、ある程度、まあ、失敗もたまにしますけど、大体美味しく作れます。なぜ美味しく作れるのかっていうと、作るものがチャーハンチャーハンとか野菜炒めとかね、そんな手の込んでないもんなんでそれ美味しくできますよね、それ美味しくできる。チャーハン、もうチャーハン王子になれるんじゃないかな。チャーハンが一番ね、簡単でいいんですよ。でバラエティーもいろんな味いけるし、で冷凍ご飯ね、ご飯も冷凍でこうね、こう取っておけますから、一番いいですね、チャーハンが。だ今度ね、久しぶりにその食、卵買ったんで、卵買ったんで、なんだ、やろうかなっていう、男飯久しぶりにやろうかな思ってますけど、男飯久しぶりにやりますよ。はい、ということで、トランクが開かないですね。トランク開かない。まあ、雨降ってんすよね今日。まあ、せっかくのオイル交換したんですけど、雨降ってるんでツーリングもなかなか、ウェッティはねちょっと危ないんで、ウェッティは危ないんで、あとはコンビニ寄りましょう。コンビニでタバコ買おう。あ、ローソンがあった。コンビニ行きましょうか。コンビニでタバコ買って、いやー、もうほんとこのご時世にトランク開かない車に乗ってるっていうね、だからなかなか希少性高いですよ。なかなか希少性高いですよね、このご時世に。車、トランク開かない車ってあんま聞かないですよね。どうすか、トランク開かない車って聞きます？トランク開かない車なかなか聞かないよね。めちゃめちゃ希少性だね、高いね。まあ、僕この車はですね、今17万9455キロなんですけど、まあ約18万キロですね。あと2万キロ走ると、だから来年中に2万キロ走ると思うんで、来年2019年、これ20万キロ突破ですね、もう。まあ、とりあえずオーバーホールはねしませんオーバーホールは20万キロ超えてから、20万キロまではこれで行って、20万キロ超えて次の車検あたりで考えようかなっていう、20万キロ突破記念でオーバーホールしますみたいな区切り、いいじゃないですか。まあ、来年の2月車検なんですけどね。でもその時なんかショップさんに言われそうだな、そろそろもう開けないと、もうそろそろ開けないとちょっとやまずいんじゃないですかってセールス入りそうですけどね。でもね、そんなに僕無茶な運転してないし、オイル交換まめにしてるんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ他にガタ来てるとは思いますけど、でもエンジン開けるってなるとクソ高いんですよね。300万ぐらい、なんかまあいろいろね、細かいセッティングとか本当に、だからもう僕思ってるのが、そのもうどうせオーバーホールするんだったら、もうね、あのあれしようと思ってるんですよ。そのリッターアップ、2.8 リッター化にしようかなっていう、 2.8 リッター化にするとなんか下がいいみたいなこと聞くんで、多分今度そのオーバーホールプラスもエンジン全部バージョンアップしようかなと思ってますね。 2.8 リッター化で、 2.8 リッター化すると下もちょっと乗りやすくなるみたいな話を聞いたことがあるんで、今ね RB26 なんで 2.6 なんですよ、リッターが。2.8 にそのRB 回みたいな、車検証に RB 回みたいな、回が作って改造車みたいな、はい、まあそんな感じでございます。ではトランク開かない車どうですか。以上です。